本当劇場席につけよ。本日は復活の日2制作にあたりましての企画会議に質問があるんですが。何かね。なんで今さら復活の日の続編を作んなきゃいけないんですか。たわけ。じゃあ何かね、君はこの私に汚れた英雄2を作るとでも言うのかな。ああ、それは見たくない。死んでも見たくない。死んだら見れないけどね。だろ、バックトゥザフューチャー、ダイハード、みんなシリーズものにして当たっているではないか。日本でそれに匹敵する大作と言ったろ。復活の日しかないだろ。しかないってわけじゃないと思うんですけどね。まあいいや。でも今回も主演は草刈正雄とオリビア発生なんですか。いや、草刈君はともかくオリビアの方に事情があってね。まあその代わりに、現在の日米映画界を代表する新鮮かつ豪華なキャストを用意したんだよ。誰だろうな。日本側はきっと西田敏行さんとか山崎努さんとかね。アメリカメリルストリープあたりですか。井上純一とピーター・フォンダだ。もう一回お願いします。井上純一とピーター・フォンダ。まあ豪華な上にまさしく現在の日米映画界を象徴するような組み合わせだと私信じてる。他に誰かいなかったんですかね。まあ後になって津川雅彦とかロバート・デ・ニーロとかも売り込んできたんだが、もう主演は決まったんだと言って跳ねつけてやったわよ。あじゃないですよ。もったいない。こっちからね、津川さんとかロバート・デ・ニーロ、こっちから頭下げたってやってくれないような人たちなんですよ。大体なんで今回男が2人主役なんですか。井上純一とピーター・フォンダって。男二人じゃなきゃいかんのだよ。なんか嫌な予感がするな。なんで男二人じゃなきゃいけないんですか。あ、今回はな、あの事件から5年後に、今度は隕石が地球に落ちてきて、男が二人だけ地球上に生き残るというストーリーなんだよ。あ、それで、まあ、地球上に男が二人っきり、二人は最初その個性で反発し合うが、次第に当然のように愛し合うのだ。愛し合うんですか。うん。ああっていう感じで。そうだね。こう二人がこう肌と肌とかをもう。そうそうそう。ああ、そんな映画誰も見たくないよ。井上純一とピーター・フォンダがそんなことする映画。そうかな。3時間半も井上純一とピーター・フォンダの二人の芝居が見れるのに。3時間半もそんなストーリーで持つわけないでしょ。だけどそんな映画じゃ制作費とか全然出ないでしょ。制作費が。制作費は300億だ。300億？トータルリコールだの。ああっていうのだってね、100億ですよ。一体そのストーリーってどこにそんなに金かけるんですか。なんせ出演者が二人だけだろ。撮影に便利なようにね、井上純一のクローン人間を作るんだ。まあ、それが320億。はい。だからね、借金しなきゃいけないんだ。明日から私もコンビニエンスで働かないとね。ね、そういうのをね、焼け石に水って言うんですよ。わざわざそんなものに金かけるんだったらね、いくらでももっといい役者さんやスタッフを集められるじゃないですか。井上純一以上の役者は私は知らん。それは、そう。そうですか。まあ人にはそれぞれいろんな見方があるでしょうけどね。まあそれにしてもそんな制作費かけて回収はできるんですか。回収それはもうバッチリだよ。興行収入の見込みは1000億円だからね。1000億円 ET の10倍ですよ。それ一体どんな方法ね。いや何ね、今まで誰も気づかなかった意外な盲点を発見してね。この人とんでもないバカかと思ってたけど、もしかしたら制作者としてとんでもない才能がある人かもしれないな。入場料ね、1人100億円にするんだよ。そうすれば10人で1000億、中村雅俊に4人も子供がいるぐらいだ。10人ぐらいはすぐに集まるだろう。すいません、この字を書きますから読んでください。うん、ほうほうほう、読んでください。破天天力。バカだよ。あえてバカと言わせてもらうよ私は。うん、これだから日本の映画がダメなんだ。ハリウッドに行きたい。 I would like to go Hollywood。 Hollywood。ハリウッドに行きたいなら私を見習いなさい。あなた、小小杉です。アクションスターのくせに全然動けません。でもビバリーヒルズに忍者意識持ってますよ。ああ、日本で一番世界に知られている俳優が小小杉なんて。いやでもあの人も頑張ったんだからいいじゃないか。でも世界に対して顔向けできない。じゃあお尻を向けちゃおう。僕もお尻向けちゃう。ああ、なんだか恥ずかしい。これが日本の現状なのね。ああ、もっと吸って吸って。不平。